三崎亀之助三崎亀之助から1906年3月16日は、日本の政治家、官僚、銀行家、衆議院議員、貴族院議員、横浜賞金銀行副頭取。1858年2月15日、佐ヌ国丸亀に生まれる。東京大学法科を卒業し、中愛者に入り、明治日報記者となる。1884年に、 外務省御用係となり、外務省初期官として、米国公使館駐在、さらに公使館初期官として、ワシントン駐在、ついで外務省参事官を務める。その後、京都で、中外連邦で論説を執筆、弁護修行などを経て、1890年に、第1回衆議院議員総選挙で、香川県から出馬し、衆議院議員に当選する。 立憲自由党に属したが、第一議会では都佐派の裏切りに同調して第一次、山形内閣と妥協、予算案の成立に努めた後、同党を脱党する。また、法典調査会主催委員を務める。その後、副党氏、1896年4月に、板垣大輔が、第二次、伊藤内閣の内務大臣に就任すると、内務省検知局長となり、 同年12月には貴族院議員に直選される。1899年に横浜商金銀行に入り、支配人を経て1900年から1906年まで副頭取を務めた。ありがとうございます。